寒そう。やってきたのは断崖絶壁。怖い。宮古島から車でおよそ20分ほどのところにある下地島にある崖。高さは30メートル以上。柵もなし。アンビリーバボー。なんでこんなとこ来たの？しかし人気の理由はこの崖ではなくこちら。ここには地元で古くからパワースポットとされている鍋底という池があるんです。古くから信仰を集める鍋底と呼ばれる池。パワースポットとして人気なんですが、もう一つ理由が。ここでキレラリな不思議発見。鍋底と呼ばれるこの池ですが、その底にはある秘密があります。一体何でしょう。ちょっと不思議発見やっちゃったこの池の底は一体どうなってるんでしょう。まだ本家やってるやつ鉄板なんじゃない。鉄板硬い。粘土、粘土。池の底は海に繋がっているんです。マジで。この池の底は海と繋がっていて、絶好のダイビングスポットとしてダイバーに人気。一体どんな感じかというと、池へ入り10メートルほど潜ると横穴が。そこには多くの魚たちの影。天敵となる魚がいないため隠れ家として住み着いているらしいよ。この他にも宮古島にはダイビングスポットがたくさん。リピーターの多くはダイビングが目的なんだって。エマちゃんもぜひ潜りに来てね。三村さん、大竹さん、宮古島どうでしたか。うん、いいよ。いや素晴らしい。ここでキレラクイ。私はどこにいるでしょうか。キゲラを探す。皆さん、わかりましたか。いました。正解は、どこにいる。正解は、隠れちゃったね。